いよいよ終了の時刻となりました。初めてですね、こんなことやった。いや、いいですね、そう、小ネタをちょいちょい挟むところがすごい好きです。はい、それではですね、ここで本日登場していただいた大久保選手、谷口選手、そしてニコニコ生放送に出演していた新井選手にもご登場いただきましょう。皆さん、大きな拍手をお願いいたします。バックにはですね、今ニコニコ生放送の様子がこれで生ですよ、生映し出されておりますが、せっかくもですね、翔太来たよ、新井見てる、大丈夫、多いですよね、新井陣、新井陣に多いですよね、すごいいいこといやー、これはですね、では早速ですけれども、新井選手から今日のニコ生担当されて、新井いじりどうでした？非常に嬉しいですね、ただ単に本当になんか、翔吾との比較が半端なかったり、新井おにぎり食べるなって書いてますか？いや、ね、あれもう俺本当、こういじゃないからね、あれ、ひろきさんの設定ですからね、プロモーションのえ、あんま受けない会場の皆さん、ちょっと分かんないですね、ちょっとギャップ感じるね、今日ね、やっぱ俺あっちだから、うん、じゃあ谷口選手にも感想を聞いてみましょうか。はい、谷口選手は担当されていかがですか？はい、そうですね、まあ、翔太君と今日は日光をやらせてもらったんですけど、まあ、絵面は保てたかなと思います。やめろお前も十分いじられたよ、お前誰が芸人枠だよ、何のためにいいんだ、俺この2人に担当してもらってよかったですよね。いや、すごいですよ、俺ニコ生めっちゃ笑ってますよ、もう。いいね、ダブルとか888とかいいよ。ではですね、せっかくですので、ここでニコニコ生放送をご覧の皆さんからの新加入選手への質問を受け付けてみたいと思いますので、新井選手、谷口選手、お願いいたします。ここでもやるの？はい、聞いてんでしょ。じゃあまず新井選手がこれ、質問を今、皆さん、ニコ生の人、質問をまず新井選手にお願いします。ニコ生の人、聞こえてますかね？新井選手が選ぶんですよ、新井選手がこの中から。はい、おい、ま、松本のおすすめ聞いてどうすんだよ、お前。ちょっと待って、もうちょいいい質問ください。おにぎりの中身は五目でした。じゃあ、新加入選手に質問するね。はい、新加入選手への質問を新井選手、お願いします。フロンターレの第一印象は誰に聞いた？ところに来ました。誰に聞いたの？新加入選手、誰でも選んでいただいて。もう誰でも。フロンターレの第一印象。めちゃくちゃええクラブやね。はい。だそうです。続きまして、もう一つ二つ質問を新井選手選んで、ちょっと新人にお願いいたします。俺のことどう思いますか？しっかり顔見ろ。そうですね、大丈夫ですか？はい、ちょっと普通の質問いっておきます。大丈夫です。いや、大丈夫です。大丈夫ですか？いい感じで笑ったっていう。じゃあこの質問で締めとさせていただきました。はい、ありがとうございます。